ヨセフィーヌ・ヨシ・ヘルゲソンは、スウェーデン出身の女性元フィギュアスケート選手。姉は、フィギュアスケート選手のビクトリア・ヘルゲソン。登録名のヨシは、マリオシリーズに登場するキャラクターのヨッシ,シーから、取られている。国内選手権及び国際スケート、連盟主催大会では、ジュニアクラスでの出場しかなかったが、バンクーバーオリンピック最終予選となった2009年。 ネーベルホールンサカズキには、スウェーデン女子シングルの出場枠をかけて派遣された。結果は18位に終わり出場枠獲得はならなかった。2010から2011シーズンには、スケートアメリカで4位。世界選手権に初出場し15位。2012から2013シーズンは、スウェーデン選手権で、姉のビクトリアを上回り初めての優勝。欧州選手権では8位となり、 ビクトリアの5位の成績と合わせ、翌年の出場枠を3に増やした。ヘルムートザイブとメモリアルでは、シニアの国際大会で初優勝。2013から2014シーズン、8月に練習中の3回転、ルッツの失敗により左足を骨折し、ボルトで繋ぎ止める手術を行った。そのために出場を予定していた中国杯を棄権した。 2016から2017シーズンからは、カナダトロントに練習拠点を移し、ブライアン・オーサーの指導を受け始めた。2017年11月7日、引退を発表した。ありがとうございます。